2030年度弘前市成人式を開催いたします。新成人の皆さん、皆さんの新たな門出を心からお喜び申し上げますとともに、皆さんを慈しみ育んでくださったご家族の皆様に対しまして、この場をお借りしてお祝いを申し上げます。地域に活力を生み出すためには非常に多くのエネルギーや発想力が必要となりますが、新成人の皆さんにはこの弘前市、青森県、日本、そして世界に目を向けて、さまざまなことに興味関心を持ち、これからの弘前市の発展の一翼を担っていただきたいと強く願うものであります。先生、私たち新成人一同は失敗を恐れず、何事にも全身全霊で取り組んでいくことを誓います。私たち新成人一同は常に学ぶことを忘れず、相手を尊重し強度に貢献することを誓います。私たち新成人一同は自分の行動発言に責任を持ち、周りの人に感謝と思いやりの心を持ち続けることを誓います。お兄さん、お姉さん、ご成人おめでとうございます。以上をもちまして、平成30年度弘前市成人式を閉会いたします。今日はおめでとうございます。そしてまたとっても可愛らしいですね。緑色の着物で朝から忙しかったですか？朝から、はい、はい、4時から着付けをしてきました。4時から、はい、でも今日雪なくてよかったですね、はいはい、自分で選んだんですか着物？これはおばあちゃんに買ってもらったもので、あれがお母さん、お父さん、おばあちゃんに買ってもらったの、はい、あれおばあちゃんも喜んでらべね今日の日ね。目標は年と頑張りたい勉強があるので、それを勉強頑張りたいなって思います。将来の夢は何ですか？お母さんと一緒にお店開くことです。あ、お母さんお店してるんですか？はい、あら、エステの方をやってるので、うん、それを手伝えるような従業員に一緒になろうと思っています。今日は二十歳になりましたので、これからの目標を教えてください。目標、はい、感謝の言葉でもいいですよ。じゃあお父さんとお母さん、はい、いつもお世話になってるので、今年はバイトを頑張って旅行に連れて行きたいなって思います。あら、いいですね。例えばどんなところに行きたいですか？例えば、うん、温泉のところ。温泉いいよね。あなたの夢は何ですか？これから何になりたいとかありますか？まだちゃんと決まってないんですけど、うん、学校の先生になりたい、うん、今学生さんなんですか？そうすれば、はい、はい、そうか。じゃあバイトもそうだけど学業も頑張らないとね。はい、まあ自分も、まあ、救命士になるために今大学で頑張ってるので、まあ、勉強を特に力入れて頑張りたいと思います。成人先生の時に、まあ、その文章を自分で考えるんですけど、はい、そのどう言ったら、そのみんなにうまく伝わるのかみたいな、その文章は力を入れました。うーん、どうですか？実際やってみて伝わったような気がしますか？伝わったような気がします。将来の夢を教えてください。自分も救命士の資格を取るために今勉強してるんですけど、まあ、将来消防になって、まあ、一人でも多くの方を助けたいなっていうのはあります。楽しかったっていうのあるんですけど、今当日迎えるとやっぱり緊張するんで、今ちょっと
ドキドキします。皆さんどうもありがとうございました。